表面とは何なのでしょうか表面はどこにあるのでしょうか日常的に用いられている表面という言葉は、表面的にはこれこれだが本当はとか、表面面だけはいいとか、あまり良い意味を持たない場合が多いのですが、産業や科学の世界では非常に大事な意味を持つ言葉です。表面の役割の一つに、包む、保護する。 美しく見せるとということがあります車に施される塗装は、車を美しく見せるという目的だけでなく、下地の後半を隠し、錆を防止するとともに、酸性雨、水や埃、飛んでくる石などから車を守り、保護するという重要な役目を持っています。そののため自動車の塗膜は 自鉄の上に密着性を良くするための処理層、防制を主な目的とする下塗り層、下塗り塗装の表面を滑らかにするための中塗り層、美観を整える上塗り層、保護層など、さまざまな目的を持つ異なる材料の塗料が何層にも塗装され、美しく丈夫で長持ちする車体が完成するのです。 ここには一つの表面と四つの界面が存在します。そしてこの表面界面の物性が塗膜の機能の量費に大きく関わってくるのです。自動車塗膜が実際に塗られていく工程を見てみましょう。下塗りの前処理は塗装の障害となる油を取る脱脂と密着性を上げるためのリン酸化被膜の生成です。 下塗りは、水溶性塗料の入った浴槽に、自動車ボディを丸ごと浸積させていきます。この時、車体はマイナスに、塗料タンクはプラスにして通電させると、電荷を帯びた塗膜粒子は、自動車面に引かれて表面に析出し、均一な膜となっていきます。この手法は、電着塗装と呼ばれていますが、その原理は、 金属などの電気メッキと同じですこの後、搬送、水洗と焼き付けによる定着が施されますボディの裏までしっかりと施される下塗りは塗装の密着性と防製の重要な役割を担っています中塗りでは ガン塗装や静電無化塗装が用いられますともに塗料微粒子は耐電させ静電的に吸着させることによって均一な製膜を行うものですこの工程は表面を平らにすることによって上塗りを美しく均一に行うためのもので上塗りの仕上げの製品を左右する大事な工程です中塗りの後 やはり焼き付け工程がありますが塗装表面に微細な凹凸を作ることによって上塗りの密着性をよくするため研ぎを行うものもあります上塗りには通常のソリッド塗装とメタリック塗装がありますメタリック塗装は微細なアルミ片を混入したベース塗装の上に透明なクリア層をかけ 車体に独特の輝きを持たせたものですアルミの代わりにマイ花粉を使いパール色を出すものもありますまた目的によって上塗りを複数回行う場合もあります艶出しのために塗装の後バフがかけられます 最終工程も再び焼き付けによって発色・美観を整えるとともに塗膜の耐久性の向上を図りますこうして仕上がった塗装の表面はどのようになっているのでしょうか塗装面を原子管力顕微鏡 AFM で観察してみましょうおよそ5万倍の倍率で2ミクロン角の視野を見たものです艶やかな車の塗装もミクロの世界では大きな凹凸があることが見えてきます 凹凸の平均値は、およそ二十五ナノメートル。つまり、四十万分の一ミリです。こちらは、およそ一万倍。十ミクロン角の視野で、メタリック塗装面を見たものです。点火したアルミ片の分散が観察されています。 満足されている小さなくぼみは焼き付けの際に生じるガス抜けの跡です。穴の深さの最大値は130ナノメートルと測定されました。美観を保つための塗膜も年月が経つとその艶が失われることがあります。 光沢はなぜ失われていくのでしょうかまた光沢を失った塗装の表面はどうなっているのでしょうか湿度の多い環境下で急な気温上昇などがあった場合、塗膜中に染み込んだ湿気が塗膜を押し上げて膨れ現象を起こすことがあります。石や砂の飛沫による傷はもとより強い日差しの下で 塗膜が化学変化を起こす場合もあります。また、工場や交通渋滞時の自動車自身の排ガス、タールや鉱石地帯の凍結防止剤、さらに樹液や鳥の糞など、塗膜を変化させる要因はたくさんあります。光沢は表面の微細構造に関係します。 光沢のある塗膜と光沢の少ない塗膜表面を。原子間力顕微鏡、A. F. M. で観察比較しました。光沢度の良いグロス60の塗膜では。表面凹凸の平均値はおよそ三0ナノメートルです。 光沢を失うとともに、凹凸は大きく広い分布を示すようになり、グロス20では400ナノメートル、グロス10の塗膜では600ナノメートルを中心に、1000ナノメートルに及ぶ粗さが観測されました。 原子管力顕微鏡 AFM というのは原原子と原子との間に働く力を使っていますこの感知レバーと言われているものがこの資料の上をこうなぞっていきますね。そうするとこの資料のデコボコを感知レバーがそのままこう再現していきます。こののレバーの こう上下する信号これがその AF m のデータになってますでその凸凹が大きい小さいというものを例えばあの小さいときには青色それから大きいときには赤色で表示していますだからこのデータで青いデータは凸凹が小さい赤いデータは 凸凹が大きいということを表しています。塗装の目的の一つは、塗装する後板を保護することにありますが、時として塗膜がその機能を果たせないで、後板の腐食が進行してしまう場合があります。その断面を EPMA で分析しました。これは二次電子による断面観察像で、 3層の塗膜があることがわかります電子線マイクロアナライザーは物質を構成する元素の分布を調べることができます塗膜の各層はチタン、鉄、シリコン、硫黄、アルミ、バリウムなど塗膜は様々な元素で構成されていることがわかります きれいな車体も、年月が経つと錆が浮いてくることがあります。その断面を EPMA で分析しました。すると、塗膜成分にはない塩素が検出されました。塩素が塗膜を通り抜け、自鉄に達して塩化物を作りながら成長して、塗膜を突き破っていることが分かりました。塩素が腐食の起爆剤になり、このような、 塩素の花と呼ばれる生成物を作ることは、多く観測されています。せっかくの塗膜が剥げてしまうことがあり、こうなっては美しい塗装も台無しです。では、密着性の良い塗膜と悪い塗膜は何が違うのでしょうか。X 線光電子分光装置、エスカを用いて調べてみました。 素材に下地を塗布し、200度で加熱処理を行ったものは、塗膜の密着性が悪く、剥離が生じました。200度で加熱処理し、塗膜の剥離を生じた資料と、密着性の良かった80度加熱処理を行ったものについて、極表面数ナノメートルの炭素と窒素のピークを比較しました。密着性の良い80度加熱のものは、 炭素ピークに COO 基が多いことが分かりました。一方、塗膜が剥離した200度で加熱した資料は、COO 基がほとんど認められませんでした。また、密着性の良い資料では、表面の窒素濃度が低いのに対し、密着性不良の資料では、表面の窒素濃度が高くなっています。 下地と塗膜の密着性は、この数ナノメートルの極表面の COO 基が大きく関わっていると考えられます。窒素は、下地に添加された顔料成分で、熱処理によって下地の表面に濃化したために、塗料との密着性を悪くしたものです。製造工程で熱処理温度を適切に行うことで、密着性の不良の問題は解決しました。 赤、青、黄色、白、黒と輝く車も、表面で生じるさまざまな問題を解決して、丈夫で美しい外観を保っているのです。